レスリング柴田三條。はいどうも柴田です。めちゃめちゃ小ネタなんですけど、昨日ね、あの朝倉未来の、ジムトライフォース赤坂の持ち主の堀哲平弁護士から連絡をもらいまして、確定なのかな、確定なのか、あの予定なのか分かんないんだけども、なんか9月にブレイキングダウンの第2回大会をなんかやるから、僕と戦ってくれませんかって、だから堀哲平が自分と戦ってほしいと、っていうオファー依頼お願いを俺のカメラマン自体で、伝えられまして、で断ったっていう話ですね。はい、もうそれだけの話なんだけど、いやあの、まずねブレイキングダウンはあの試合後のマイクでも言ったけど、もう出ないっすね、マジで出ないっす。出たいという気持ちも少しもない。でも第1回大会はもう本当に、みくるくんがあの、あ、みくるくん、あ、誕生日おめでとうございます、おめでとうみくるくん、みくるくん、みくるくん、俺が朝倉みくるくんのあの LINE に誕生日おめでとうって送っても既読スルーなんだけど、なん、ちょ、なんかありがとうございますのとか、なんか返したりはない、ない、ないか、ないか、別にいいんだけど、なんかでもあれですかね、プレゼントとかなんか用意した方がいいよね、なんか今度渡しますね。はい、で、あ、なんだっけ、いや、そうです、あの、そうそうそう、第1回ブレイキングダウンに出たのはみくるくんからも熱烈なオファーをもらって、でも柴田さんが空いてる日に開催しますみたいなことをもう言われるぐらい、もうどうしても出てほしいみたいな、で柴田さんの戦いたい相手、とか、まあ、柴田さんの要望はなるべく聞くんで何としても出てくださいっていう、熱烈なオファーをみくるくんからもらって、まあ、正直あんまり出たくないけど、あ、じゃあまあ、しょうがない出ましょうかって言って、まあ、あの試合決まったんですよ。で、まあ、これもマイクで言ったけど、ギャラも一銭ももらってないし、まあ、もらうつもりもなかったんだけど、まあ、関係出ててるから。だから、もらうつもりもなかったし、もらってないんですけど、っていうことなんで、まあ、本当に第一回だけ、もう大サービスで、みくるくんがもう、そこまでお願いするならっていう感じで、出たんですよね。なんで出ただけで、もう2回目以降はどれだけお願いされても出ようとは思ってませんし、もっと言うと絶対堀哲平弁護士とかは嫌だ。これはもうね、勝つ負けるとかじゃなくて、勝っても負けても得がないんだよね。ネームがないし、もっと有名で勝っても負けても美味しい相手と俺はやりたいんで、で、あと、そう、これもどっかのインタビューで言ったんですけど、僕あの格闘技は、もう残りあと1試合かなっていうかもう、ほぼほぼ、総合の試合はもう出るつもりはなかった。だけど、去年の大晦日にライジンの話を、が来て、あ、これを最後にしようと。これを、俺の現役最後の総合格闘技の試合にしようって思って出たんで、もともとはもう、去年の大晦日のあの1試合限りで終わるつもりだったのよ、俺の総合格闘技の、試合は。で、あの総合格闘技をやめて、で格闘技やめたら俺前歯折れてる、もうインプラント入れれるんで、インプラントちゃんと入れて、で、ゴルフでも始めようかなと思ってたんですよ。だけど、そう、あの、ライジンに勝っちゃったもんだから、またライジンのオファーが来ててっていう感じで、もう勝ち逃げはどうやら許されないから、もうあと1試合やるにしても、あと1試合って決めてるんですよ。でそこに来て、なんで俺の残りもう最後の1試合格闘技最後の1試合をなんで堀哲平弁護士あげなきゃいけねえんだよっていうので、おめえ、さすがにおめえじゃねえだろっていうことで、お断りしたっていう感じですね。いや、なんかあのジアウトサイダーの時のね、チャンピオンの圭之助さんとかもね、
断るごとに柴田俺と戦えみたいな、俺とやろうぜみたいなことを言ってるけど、お前おめえら揃いも揃ってアウトサイダーでさ、要はさベルト巻いてた時とかさ、アウトサイダーで結構ね名前が売れてた時にさ、俺の名前とか少しも出さないでさ、なんで俺がちょっと有名になって美味しいポジションになったからって言ってね、ガンガン名前出してなんか挑発してくんだよな。お前らさ、アウトサイダーの時それやれよっていう。俺ジアウトサイダーの頃の方が全然動けるし、なんかいろいろコンディションとか練習もがっちりしてたし、やるんだったらその時はよかったんだけどね。その時は全然お誘いもね、ご指名もなく、今になってさ、めちゃめちゃ美味しいからね、柴田俺と戦えって堀哲平とか慶之助が言ってくるのが、お前なんかきっしょって思って、きっしょっていうか、きっしょいはきっしょいし、もう逆に俺からしたら、もう今お前らはもう全然格下だからやりたいと思わねえよっていう感じなんですよね。はい、ごめんなさい、関係ない慶之助さんまでディスってしまいました。っていう感じなんで、ブレイキングダウンのお誘いをいただいたんですけれども、僕は出ませんよっていう。そして堀哲平さん、もう諦めてください、柴田はあなたとは戦いません。その要はその負けるかもしれないとか寝技が苦手とか、そういうレベルじゃなくて、そのネームが明らかに足りなくて美味しくないんで、出ないっていう話ですね。いや、ちょっと思うんだけども、弁護士でしょ、先生ってさ、いろんな人から言われる職業、まあ、立場になって、でお金もたくさんたくさん手に入って、まあ、いろんな欲求がこう満たされてきて、まあその次に来たのが承認欲求、有名になりたい、認められたいっていうね、そういう有名になりたい欲求がね、今彼の中ですごいたくさんあるんだろうなっていう、堀先生の中ではその欲求が渦巻いてるんだろうなっていうのはふつふつ感じますが、まずは YouTube で登録者、そうですね、200万人ぐらいになってからちょっと絡ませてください、はい、っていう感じです。ブレイキングダウン柴田は出ませんよっていう、はい、そんな、表明の動画でした。バイバイ。明日を切らずにいられない。